い、おはようございます。ゴレンさんです。本日は MT25 に乗っていつものコースを回りたいと思いますが、まあね、この熱射病注意報アラートが出ておるので、あんまりね、まあ、午前中だけ走って帰ってこれればなとか思ってますと言いつつ、もう8時46分と結構な時間なんですが、でね、今ね、スタンドによってですね、ガソリンスタンドによって空気圧をチェックしようと思って、ですね、空気圧 の空気穴のところのゴムバルブのゴムが金属のやつに変わってて、であっと思ったんですけど、私あれ嫌いなんですよ。重くなるからね、バランス悪くなんじゃねえかとか考えて、でゴムじゃないんだと思って、で開けようと思ったら硬くてね、手で全然回んないの、なんだこれと思って、で YSP さん何してくれてんだよって思ったんですけど、YSP 東京南さんで、スタンドの人に工具を借りて、でリアはね、なんとか回せたんですよ。で空気圧見たら、これリアは 2.25 なんですね。 2.25 なんですよ。03は 2.5 なんですけど、 MT25 は2.25 なんですよ。だからちょっと違くて、 2.7 なんかすごいいっぱい入ってて、うわマジかと思って、 YSP でも多めに入れんのかって思ってちょっとげんなりしたんですけど、で次にフロントを外そうと思ったら、フロントはさらにきつく締まってて、でペンチも借りて、根元をペンチで押さえて回そうとしたんですけど、根元ゴムなんで滑っちゃって、どうやってもね外せなかったんですよ。だからフロントも多分高いんだと思います。フロントはね 2なんですけど、まあ多めに入ってんじゃないのかなというふうに予想できますね。というわけでですね、まあ空気圧が高い、バイク屋から持ってきたバイクは空気圧が高いっていうのと、あとはこの前のオーナーさんがこの鉄製金属製のキャップに変えたのはまあいいとして、まあ後でゴムに戻しますけど、この鬼のように締め込んだ YSP 東京南、何考えてくれちゃってんのって、もう売ったら最後見ないんですかね。というわけでですね、早速このクソ暑い中怒り爆発していたわけですよ。そんなこんな ここにね、気温計つけたんですよ、温度計。あれです、 SV6 缶とかにつけてるのと同じやつつけたんですけど、でその温度が今48度ぐらいになってて、お前絶対狂ってんだろうってまあ安物なんであれなんですけど、まだ間に合うようなら交換、アマゾンに行って交換してもらおうと思います。50度近いっすよ50度って言ったらもう気を失うんじゃないのあとですね、メンテナンスとして、あ、ラジエーター液なんですけど、あ、後ろからシビックに煽られてますね。まあいいや、ラジエーター液が大体2年だったんですよ。この MT25 の車検証っていうかを見てですね、登録した日付を確認したんですけど、まあね、大体、平成、大体7月、2年前の7月だったんで、まあ、ラジエーターか、ラジエーターがちょうど2年経ってたんで、まあね、YSP の人も確か10年とか言ってたんで、まあ問題ないとは思うんですけど、念のため、ラジエーター復活剤を入れました。それはですね、SV でも入れたんですよ。その時の動画を撮ったんで、その細かい内容は、そちらの SV の動画をご覧ください。まあワコーズの、なんだっけ。クーラントなんとか
まあ、不活材があるんですよ、ワコーズのプラント不活材が。それをですね、ラジエーターの容量、SV は、SV6 半は2リッターだったんですけど、で2リッター、1リッターにつき、何ミリリットルみたいな感じで入れるんですよ。でね、MT は 1.0 いくつだったんで、だからあれですね、大してないという感じですね。なんで35ミリリットルぐらいを、ラジエーターの上のキャップを外して35ミリ抜いて、でクーラント復活材を35ミリ入れて、で今走ってるというそんな感じです。まあそんな気にする必要もないんですけど、だいたいね2年に1回ぐらい細かい人は2年に1回ぐらいクーラントの交換をするらしいんですよ。で私そんなに細かくないんで嫌だなと思ってたんですけど、めんどくさいなって。クーラントの交換ってリザーバータンクからとかも抜かなくちゃいけないんで結構めんどくさいんですよ。なんでそれはちょっと嫌だなと思ってですね、まあそれでもちょっと何もしないのはなんだなと思ってクーラント復活剤を入れたという感じでございます。それとあとなんだ、なんかね3点ぐらいっていう気がしたんですけど ですね、高速道路を使って、結構行っちゃおうと思って、下道をトロトロ走るのはちょっとね車病的によろしくないかなと思ってですね、高速道路を使っております。で今流れてるんですけど、さっきまで渋滞してて、で渋滞した中も走ったんですけど、そうっすね、まあSV とそんな変わらなく走れますね。6速90キロぐらいで6000ぐらい回ってるんで、この辺はやはりねちょっと回ってるなーっていうのは感じますけど、そうね、あとなんかね振動が多いですねっていう、あの MT25 はで話を聞いて、私もね前回乗った時に6000ぐらい中間、80キロから100キロ、80キロから100キロの間で、85キロから95キロぐらいかな、あ、パトカーがいるで、ちょっと振動が出るかなというふうには思ったんですが、100キロになっちゃうと振動ちょっと収まっていい感じになるんですけど、そんな気にならないかな、振動。でも今82キロですけど、ちょっとお尻に微振動は感じるかな。でもそんな気にする、よっぽど気をつけて感じないと分かんないレベルの振動ですね。手には全然振動ないですね。今90キロで、確かにお尻に振動を感じるかもしれませんね。でもそんなに気になるレベルではないと思うんですけどね。まあ今短距離だからそんな気になってないだけかもしれないですけど、これがまた長距離で延々と走り続けると、こうボディーブローのように効いてくるのかもしれないですねパトカーがいるからみんなこれ以上スピードを出せないでいるお、パトカーが100キロ出してくれたみたいだなまあここはね、京葉道路、千葉県の京葉道路といえば日本のアウトバーンと呼ばれているところですからねああ思い出した、回転数警告と、ここに白いランプが点滅したりついたりするんですけど、前のオーナーさんは1万2000回転で、白いランプが点灯するようにしていたんですよ。で私は1万2000ではなく1万回転まで下げました。1万回転を超えたら点滅するように変えました。でなぜ下げたかと言いますと、1万回転を超えたらパワーバンドに入っているよっていう今パワーバンドに入ってますよっていう、そういうのを分かるようにするために1万回転になったら点滅で、この点滅が常についてる状態であれば、メーター見なくても、なんか光ってるなとさえ分かってれば、パワーバンドに入ってるっていうのは分かるんで、
まあ、そういう使い方をしようかなというふうに思いました。だね、峠道とかをこう攻めてるとき、まあ、めったにないですけど、奥多摩ぐらいですけどね、奥多摩走ってるときに、回転数を見なくても、なんかチカチカついてれば、いい感じの回転数にいるなっていうのが分かるっていう、そういう感じに来ました。いちいちメーターを見なくても分かるという感じですね。はい、それでは市原パーキングに入りたいと思います。もうだいぶ暑くなってきましたね。あ、もう私のね、気温計は50度です。もうこれ以上はね、メモリがないんで、メモリ振り切る感じですね。絶対壊れてる、絶対壊れてる。クソ、初期不良だ、全くもう。いや、最近多いな、アマゾンさん、アマゾン初期不良。あ、でね、これね、6600キロぐらい走ってる中古バイクだったんですけど、ここにね、まだ線が残ってるんですよ。まあ、中途半端なところといえば中途半端なんですけど、まあね、まあそういう乗り方をしていたんだろうな、前のオーナーさんはっていう、そういう感じですね。本当は、周遊道路奥多摩行って、一発で消したいんですけど、ちょっとね、もうちょっと涼しくなってからですね。あ、パーキングからで今出たんですけど、出る時の加速はやっぱ6班の方が楽だな。2班だと4速ぐらいで今加速したんですけど、あ、やっぱり加速してないなと思いますね。さあ3速ぐらいまで下げなきゃいけないのかな。はいはい、姉ヶ崎袖ヶ浦から降ります。これね、ここにね、ちょうどいい空間があったんですよ。気温計をつける、ちょうどぴったり、もうここに気温計はめてくださいと言わんがばかりのね、空間がちょうどあったんで、よっしゃっつって貼ったんですけど、なんか壊れてるっていう。そういうオチがね、なんとも言えませんな。これ買うのね、3個目だと思うんですけど、今まで壊れてたことがないんですよね。今日も午後から雨っていう予報なんですよね。なんとか晴れてますけど、最近ね、なんかね、午前中めちゃくちゃ晴れて、で夕方から土砂降りが降るっていう、そういうのの繰り返しですね。毎日毎日熱中症警報が出てるから、本当は今日もね、どうしようかなと思ったんですよ。熱中症警報が出てる中バイクに乗るのって、なんか台風が来ている中、ちょっと川でも見てくるかみたいな、そんな、そんなね、それに近いノリがあんのかなと思って、危ないって分かってんのに、バイク乗るってどういうことだよって、分かってね、ちょっとあれだったんですけど、乗っちゃいました。これ8月、今7月の下旬なんですけど、8月になったらもっと暑くなるのかな。はい、67.4キロですが、燃料系のメモリが1個減ってますね。よいしょ。あ、走ってる。これは、あれかな。熱中症前兆かな。ポカリスエットかなんか、飲んだ方がいいのかな。熱中症だっけ、なんだっけ。脱水症状か。今水ガブガブ飲んだんですけどね、ポカリスエットを飲んだ方がいいのかもしれないですね。はい、くねくねとした道に入ってきましたね。今日もまだ、土砂崩れて工事中でしょうから、途中まで行ってぐるっと回って折り返してくるっていう、そういうパターンになると思いますね。このね、土砂崩れが回復してくれないと、復旧してくれないと、あれですね、ミーティングが開けないですね。 SV ミーティングも MT ミーティングも開けないですね。さすがにブイストミーティングは開けないけど、もうブイストじゃないから。なんだ、自転車がいっぱい来たな。はい、レブルに追いつきましたね。レブルだな、女の子かな、かっこ偏見。そして上りの右カーブ、3速2速ちゃんと RPM ランプが光ってますね。なんかこの霧
り返し、S字の切り返しとかで、はっってこう、振り回す感じが、すごい軽快ですね。さすがにね、SV だと、こう、切り返す感じ、振り回すという感じにはならないですね。この辺は2班ならではのものだと思います。はい、トンネルの中、今、トンネル、足元がガタガタなトンネルの中通ったんですけど、やっぱり足は悪いですね。これはしゃあないですね。そういうもんだと思って諦めるしかないですね。もしね、私がある日突然ですね、ワイズギアのカヤマのサス前後セットをね、入れてたらね、あ、こいつ宝くじ当たったなって思っていただいて結構です。はい、やはり工事中、土砂崩れの工事中だったので、この道に来ます。この道いいんだよな、この辺いいんだよね。ブーン、急に右に行き返して、ブイーンと、道も綺麗だし、コーナーもいいし、まあ一瞬で終わっちゃうんですけどね。はい、この辺からね、道幅が狭くなってきておりますので、カーブミラーを見ながらゆっくりと行きますよ。怖い怖い。やはりね、こういう細々としたコーナーが右へ左へと続く道はMT25 の方が楽しいっすね。やっぱ軽いし、あとこれバックステップが入ってるっていうのもあるし、このひらりひらりとひらりひらりと右へ左へと、こういうちっちゃい道ですね。まあこういう道一番楽しいのは多分モタードでしょうね。モタードが一番楽しいでしょうね。こういうちょっと土が浮いてるような道。まあでも MT25 も十分軽いので楽しいっすよ。いや、軽いバイクは楽しいっちゅうことですね。高速道路とかだとやっぱりある程度重量があった方が風が強かったりするとね、流されちゃうから、それ考えると、まあ、MT25 の160キロぐらいっていうのは、割と妥当な数字かなという気がしますね。おお、また道が狭くなってきた。よー、センターライン。これ、目まぐるしく変わりますな。そういえば、今まで意識してなかったんですけど、MT25 と MT03 って、同じ、車体と足回りを使って、いるので、要するに MT03 320cc まで耐えられるフレームと足回りなわけですね。2班で使ってるっていうことは、2班にしてはややオーバースペックな、2班に合わせてきっちりと最適化されてないわけですよ。あれですよ、CL2 班と500って、500があるから、500に合わせて作られているから、よいしょー、あー、はみ出しちゃうだから500に耐えられるフレームに2班積んでるから、だからオーバースペックなフレームを使ってるっていうのと同じで、まあ、そこまで500まで大きくないんですけど、320なんでそこまで大きくはないんですけど、あれ、自転車に煽られてる。あ、自転車じゃねえや、これバイクだ。まあ、2班、MT2 班も、そういうことかな、というふうに思うわけであり、早いのかな、この人早いのかな、そんなに早くもなそうだけど、この辺はなんかゆったりと流したい気分なんだよな。ちょっと過剰なフレームと車体っていうか足回りをつけているんで、まあ、そういう意味では、安定志向、安定に振ってるっていう、そういう噂もあるんですけど、でもね、ぶっちゃけね、今まで意識してなかったっていうのは、2班も320も、そんなに変わんねえかなと思っているんで、320は中低速トルクがモリモリですごい走りやすいですけど、
それから1万4000も回らないですから、1万2000ぐらいしか回らないですから、だからなんつうの320はこう楽に楽に走る方にエンジン特性を振っていて、で2班は1万4000も回るんで、割とピーキーなエンジン特性になって、ピーキー回してパワーを得るような特性になっているので、マックスパワー、35馬力と何馬力でしたっけね、 MT03 この辺出してきますけどの違いはあれどですね、まあね、そんな変わんねえかなと思っております。リアの空気圧が入りすぎてて、でそれ適正値 2.25 に落としたんで、リアの乗り心地が少し良くなってるような気がする。空気圧の確認ができなかったんですけどね、フロントも高いんじゃろうな、なんでバイクやって空気圧高くするんだろうね。 YSP をお前もか、 いつもの道を逆走しております。逆走すると新鮮ですよね、いつもの道も全然違って見える。ここがあれか、踏切か。はい、くねくね道終了でございます。でございましてですね、もうこれから帰るんですが、プチクロのねくねくね道が今終了した段階でですね、あのね、股の付け根がねちょっと痛いです結構ね、新しいコースも慣れてきたんで、こう結構ね、ぐいぐいに行けたんですよ、ぐいぐいに。こう、ぐいぐいに行くと、股が痛くなるっていうことですね。まあ、これをある程度慣れの問題で、何回かやったらもう痛くならないのかもしれないですね。なんかこう、運動してるっていう実際どうだかわかんないですけど、こう運動してるような気がしてちょっといいかもですね。何しろ運動不足ですからね。そういえばですね、バックステップになってるんで、普通よりステップ下がってるんで、足つきするときにステップが邪魔にならないから足つきは良いのかもしれないですはい、とこの辺消えましたね。見えますかね。この辺ちょっと消えましたね。奥多摩行きゃ一発なんだけどな。でも結構、そろそろ、スリップはまだかな。まだね、まあ6000キロぐらいだ。1万2000キロぐらいね、アブレックス01って、1万2000キロね、V スト2班の時は。1万2000ぐらい持ったんで、まだまだ大丈夫だと思うんですけど、ちょっと真ん中だけ減ってますねはい、ここね、前からね、ちょっと気になってたんですよ。何なんですかね、これ森の駅お手洗いとかあるのね。あ、EV の充電器もあるじゃん。道の駅みたいなもんか。はい、半分ぐらいが食堂で、半分ぐらいが、野菜とか肉とか、あとお土産とか、そういうとこですね。ちょっとおせんべいをですね、400円ぐらいだったんで、お土産に買いました。いや、私、千葉に住んでるのに、千葉のお土産を買うってどうなんだろう。まあいいや。はい、木更津から高速道路に入りますよ。はい、ですね、今、千葉のアウトバーン、立山道を走ってるんですが、ですね、スピードを出してみました。まあ、何キロとは言いませんが、まあ、そこそこ出しました。でも、なんかね、これが効いてんのかな、わかんないですけど、スピードをやたらと出すと、これが効いてくるのかもしれないですね。そんなに厳しくなかったですね。なんか SV の、吉村のスクリーンつけてますが、あれと同じような感じに受けました。まあ、もちろんヘルメットとかはガードされてないんで、虫とか飛んできたら一撃で当たっちゃうと思うんですけど、でもまあ、結構長距離の、
ード出しての長距離も行けそうな気がします。ああちょっとフロントがバタつくかもしれないですね。バタつく感じがありますね。でもこれはあのフロントの空気圧が高いからじゃないのかな。入ったらなんとかしてネジを開けて調べようと思いますけど、はい、今 152.3 キロですが、燃料系のメモリの2つ目が減っていることに気がつきました。多分もうちょっと早めになったんじゃないのかなという気はします。ちなみに水温計は、6個あるうちの3つまで真ん中まで来てて、下がらないし上がらないですね。まあ大体そうなんですよね。これがね、多分4つ目まで上がったらだいぶ驚きます私。川崎は上がるんですよ、4つ目5つ目まで。川崎のメーターの方がなんか正しいような気がしますね、水温計に関しては。これね、この多分40度ぐらいもあると思うんですけど、この気温で水温がまだ真ん中ですよ、へへんって言ってんのは、いやお前嘘つけよってそういう気がしてならないですね。はい、ここまで高速を走ってて思ったんですが、このバックステップだからといってですね、こう常に足が緊張状態にあるかというと、そうでもないですね。そんなに緊張してないです。割とね、あのニーグリップもね、高速道路とかだとニーグリップも適当にゆったりとして走ってますよ。流してるって感じですね。バックステップでもそういう乗り方は普通にできますね。私があのバックステップをいいなやりたいなと思っていたんですけど、こう躊躇していた理由の最大のものって、バックステップのステップってあのネジで直付けになってるんで、普通のバイクのステップみたいにこうパコンパコンパコンって倒れないんですよ。だからね、こけた時にポキっていっちゃう可能性が高いですね。まあ、焦げ方にもよるんでしょうけど。で、そうなるとですね、自走が難しくなるかなっていうのもあるので、で、バックステップに二の足を踏んでいたんですが、実際に使う分にはバックステップいいことだらけですね。このダイレクト感もあるし、乗ってて楽しいっていうのはありますね。これね、ここがね、ポキっていっちゃったら結構帰ってくるの大変なことになっちゃう。はい、本日の走行距離は 173.5 キロで 5.24 リッター割る 5.24 は 33.11 ですね。燃費計はめんどくせえな、 33.9、 まあ大体合ってますな。トリップなんだっけ、フューエル、あ、オイルトリップか、7000キロ超えましたね。はい、それでは本日はこの辺でバイバイ。なんかボイスト2班もね、ボイスト6班も SV6 班も、長距離600キロとか走ると帰ってきた時に、ああ体に馴染んでんなーって、後ろ側はそうでもないかな思ったんですけど、これはね170キロで馴染んでんなーっていう気がします。はい。